これは、ジビラ講談の、あれですかね。何があったのか。これは何でしょうか。うーわ、すごい石垣やな。それなんかトイレっぽいな。あ、これ桜の木じゃないですか。うん、すごい。なんだここは。人が住んでたのかい。うわ、これ人が住むためにこんな石垣を作ったのかな。なんか立派な火鉢がありますわ。テレビですわ、昔の。なんかここすごいな。ここに何個も家があったんですかね。うわ、すげえな。だだだ、これもここも炭鉱夫が住んでたんですかね。コンクリが打って基礎がコンクリですもん。わあ、お風呂だ。風呂だわ。五右衛門風呂ですわ。これ煙突が立ってたんでしょうね。うわー、まだ上にも石垣があるし。なんか家の基礎がわかりますね。
わあ、かしらの。柱が乗ってた石がありますよ。すげえな。うわー、これずっと続いてるし。下にも すごいこれ。消火栓。そうですね。まさか人死んでないわ。神社があるのかい、ここ。もう。よいしょ。
灯籠が割れとるわ。地震で倒れたのかな。神社じゃないのかな。昭和34年。あ、石工の名前が書いてある。太田博吉さんが作ったそうです。昭和34年。綺麗に残ってます。綺麗ですよ。60数年経ってるのに。あれは何かな。その銅山も採掘したやつをこうトロッコ列車乗ったから、すっごいな。よくこんなとこに石垣作るんやな。もうこう降りていく道があるけど、だいたい終了か。すごいとこですね。上手さがある。これやっぱり神社だったのかな。うーわ、何軒も家があったんだな。二段に、平らに造成されてますわ。ここにもお風呂がある。これもしかして山全体集落だったのかな。